皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ今日はですね、オズモポケットとスマートフォン両方組み合わせて使う人にね、とっても便利なアイテムがあったのでね、今日はねそれを一つ紹介します。それがこちら、ホーヘムのオズモポケットフォンホルダーキットです。こちらの商品ですが、ホーヘム様より提供していただきました。ありがとうございます。さてこちらの商品ね、箱を開けていくとこんな感じにしっかりとスポンジで梱包されていて、中には説明書とミニ三脚と六角レンチ、最後にスマホホルダーが入っています。まずはこちらミニ三脚なんですが、見ての通り金属製で非常にね質感が高いです。で足を開いてみると、これがね非常にこうまた安定感があってね、この三脚だけでちょっと別途売ってくれないかなっていうくらいね、非常にこれ作りがいいですね。でこちら後ろの方にねこう六角ネジがありまして、この付属のレンチでね締めることで足の開く幅っていうのを調整することができます。ストラップも一緒についています。次にスマホホルダーですが、こちらもね金属製で、スマホホルダーの上にはコールドシューもついているので、マイクとかねライトとかつけるのにも良さそうです。でオズモポケットをね、挟める部分にはこうゴムでコーティングされており、本体がね傷つきにくくなっています。でこちらの横のスライドで、スマートフォンのサイズをね、調整するんですが、かなり調整幅は広いので、ほとんどのスマホは、対応することができそうです。それじゃあ実際に、ね、スマートフォンとオズモポケットを組み合わせてね、ちょっとこのホルダーに挟めてみましょうか。さあ実際にね取り付けてみました。フィット感は非常にね良くてですね、こうやってオズモポケットを握った時にしっかりとねこちらでホールドすることができます。そしてですね、ぐらつきとかもほとんどなくて、あとこちら自撮り棒がねグリップになってるんで、まあ、こんな風にね使うのも全然できますし、あとこの足の部分を開いて、まあ、机の上とかにねこうポンって置いてタイムラプスとかもね撮るときも非常にねこれ安定感があります。そしてねこれ最近僕気づいたんですけど、こういったねグリップとか三脚とかにこうスマホとねオズモポケットをつけて FPV モードにして、オズモポケットの頭の部分ここをね水平までこう正面に向くように持っていって、最後にこの横ですね、横回転をかけてあげると、こうローリングショットっていうんですかね、これゼウンとかなら、ボルテックスモードとかって言うんですけど、こういったね取り方ができることをね、最近知りました。こういったね使い方もできるのもこうスマホと接続して、まあ、ならではだと思うんで、まあ、こういうものがあるとねすごくやりやすいです。この動画のね前の前くらいですかね、オズモポケットを持ってねこう散歩動画って撮ったんですけど、実はこの時ねこのグリップとこの三脚をねつけて、ちょっとね歩いていました。実際ね使った感じとしましては、こう手をぐっと伸ばして、さらにちょっとブーッとね普通にオズモポケットを持ってるよりかも画角がね稼げるんで、まあ、視野角とかねそういったものを、広くね撮ることができます。まあその時はね、ワイドコンバージョンレンズ、広角レンズをねつけてたんで、まあこのくらいの、手でねやってたんですが、普通にオズモポケットだけをね持つよりかもやっぱホールド感が高いですし、あとやっぱスマートフォンでね画面で自分の顔とかを見ることができるんで、まあ、こういったねスマホと組み合わせて使う場合っていうのは、こういうグリップってほんとねあると一つ便利だと思います。オズモポケット単体でもね全然画面確認できるんですが、まあ、やっぱりねスマートフォンとつけた方が画面は当然大きいですし、あとねさっきも言ったようなまあ、ちょっと裏技的なね使い方もできるんで、まあ、そういった意味でもねこのオズモポケットのこのグリップと、あとこの三脚はセットでねぜひ今後使っていきたいかなと思います。さあということで今回はざっとでしたが、ホーヘムのオズモポケットフォンホルダーキットを紹介しました。こちらね上部の方にコールドシューもついてるんで、まあ、マイクとかライトとかもねつけれますし、あとやっぱり個人的にね一番気に入ったのはこの、三脚ですね。このグリップがねやっぱ絶妙にね使いやすくて、もうこれだけちょっとね別のジンバルにね取り付けて使いたいくらいです。でまあちょっとね欠点としましては、少しやっぱこう本体がね大きくなるんでちょっと大げさかなって思うんですが、まあ、やっぱりこのスマートフォンのね画面を使ってオズモポケットをね占拠できるっていうのは、まあ、それをね上回るほどやっぱ使い勝手はね良くなるんで、まあ、今後はねあんまりこうねオズモポケット単体ってことにこだわらずに、まあ、スマホとねセットでどんどんね使っていきたいかなと思います。
ここまでこの動画を見ていただきありがとうございました。この動画が皆様の何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、こういったオズモポケットの周辺機器ですとか、こういったデジタルガジェットをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。